ここはですね、三重県、大野浦湾、元浦の天小屋の前の河川に来てます。まあ、ここで大体10メートルまでだと思うんですけれども、まあ、潮もこうそんなに速くはないですけどね。秋の時期ですね、中型小型中心にこうかなりこう数が釣れるという、まあ、チルの魚影が非常に濃いということで知られている釣り場です。しっかりこうチルをこう寄せてからっていうイメージで、竿を出す方がこういいですよ。水深が深くて、まあ、それと潮の流れがある時っていうのはこう上向き上巻きっていうのはこうしない方がいいですね。まあ、そういった時は、まあ、こういう底巻き機っていうのがあるんですけど、まあ、こういうのでこうしっかり、まあ、自分の釣り竿の真下にポイントをつくるということが大事ですね。まあ、刺し餌だけじゃなくこう白鰭エビはこう寄せる効果っていうのは非常にこう大きいです。ですからこれも、まあ、団子に包むのとはまた別に時々こう底巻き機でこう第一頭いきます。結構団子に反応あってエサといいですけど、アジまあ餌というのは非常にこう多い状況ですね。でまあ、エビとか、まあ、浅い木みたいにこうアジはちょっと反応がちょっと薄いんですけど、列打ちもちょっと多くしたいのであんまりこう水分の少ない団子だと握るのがちょっと回数が余計いるのと時間がかかるのでちょっと水分を足して、まあ、少し握りやすくします。チヌってやはりこう団子に寄ってくると思うんですね。で濁りにも寄ってくると思うんです。でこうただ打ち返していくっていうだ団子では濁りっていうのはもうすぐこう消えてしまうと思うんですよね。その刺し餌の入った団子をこう打つだけとその同時に3個ぐらいまあ、少し時間差をかけてで絶えずこう底がこう濁ってる状況にしてやりたい、まあ、かなり今潮いってるんでね、団子が割れて底についてもうほんのわずかの時間だけだと思うんですよ。団子がもう濁ってるっていうのはね、やはりこう別打ちの団子をこう入れて絶えずもうこう濁りが漂っている状況っていうのでこう血のを寄せたいと。5リットルの海水を加えた状態がこういうような感じです。まあ、こういうところにこう、まあ、エビを、まあ、これとエビと一緒にこう、まあ、握っていく、まあ、両手で握る硬い団子っていうのはこうエビの角が当たってかなりこうチクチク刺さるんで、ね、まあ、これだったらこう、まあ、丸めるだけなんで、まあ、握りしめないの、ね、まあ、私的にこう使い分けっていうのはパワー団子チヌの方が若干こう比重があるんですね。ですから30メートルとか40メートルの深場では、まあ、両方ともニュー赤団子チヌも深場でも使えるんですけれども、どちらかっていうとパワー団子チヌかなっていう感じがします。で、水分少なめのボソパサを中心に使うならパワー団子チヌ、まあ、少しこう水分をこういうエビなんかを使う場面で、少し柔らかめの団子を中心に使いたいっていう時にはニュー赤団子チヌ、まあ、ざっくり大きく分けるとそういう感じ。私もどちらが好きかっていうとこうなかなか選択が難しいところで、
まだ発売されて間がないニュー赤団子チルも非常に、大好きで気に入ってる団子です。まあ、その辺の好き嫌いっていうのもある程度そういうのも使い分けでは入ってくるのかなっていうような気がします。ちょっと塩が頼んできた。ちょっとマシやね。お40オーバー。塩がやっぱりこう行ってる時はね活性が非常に悪かったですけど、塩がやっぱりこうたるんでくるともう途端に食ってきました。もど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 っとしとってちょっと辛抱してたらちょっと抑え込んできました。結構元気あんま起きないよ。狙いがズワッとはまりました。さっきより大きいんちゃう？激辛三粒刺し。まあ餌取りのあたり、あ、来ました。30ちょいぐらい。これも激辛コーンです。白さってやっぱり巻き絵として効くんでね。だから、たくさんこうしらすを巻きたいときはやっぱり柔らかい団子の方が絶対有利です。で状況を見てその、中層とかでその団子にアタックしてくる魚がいてないから、まあ、柔らかい団子が使える状況にある。だからいきなりこう柔らかくしてしまうとやっぱりこう失敗してしまう。これはイキサナギミンチの中に入ってるつぶさなぎ。まあ、秋の顔釣り期ということで、まあ、サイズがこうかなり全体的に細かいっていうふうには聞いてたんですけれども、朝方はこうパワー団子チヌを中心に、使ってました。ちょっと水分少なめのボソボソタッチ でそれをニュー赤団子チヌに切り替えてこう団子を柔らかくしてエビをたくさんこう巻き込んでいった、まあ、その効果もあったと思うんですけれども、塩がこう止まり加減の頃から非常にこう活性が出てきて、まあ、エビをこう巻き絵にしながら激辛コーン、激辛ですね、激辛のコーン、それからさなぎ、つぶさなぎですね。
それに変えると40センチ級が連発して、まあ、連れてくるチヌのほとんどが30センチ級という非常にこう嬉しい釣果になりました。